きあげてありがとうございます。スナベリの額に触れますと冷たくてとっても柔らかいんです。この先にスナベリのオブジェがございます。そちら実際に触っていただいてスナベリの柔らかさをお体感くださいませ。またデムジェ付近でございますサメハブの会場ではサメやエイに直接触っていただくことができます。こちらもぜひご利用くださいませ。
ましてそちらでもっと近くでジンベエザメたちの姿ご覧いただけるかと思います。こちらもぜひご利用くださいませ。さてこちらの水槽の角を曲がりますと次はいよいよ船めりがお待ちしております。勘違いしてこちらの砂めりは川水族館